サルガド・フィーリョ国際空港は、ブラジルのポルトア・レグレにある国際空港。ブラジル空軍の初代大臣であった、ジョアキン・ペドロ・サルガド・フィーリョにちなんで命名された。2014年現在の年間利用者数は844万7380人。年間発着回数は9万2960回。年間貨物取扱量は2万9232トンとなっている。 1923年にサンジョアン連邦空港として開港し、最初のフライトは同年の5月31日であった。1932年にバリグブラジル航空が就航したが、旅客ターミナルが開設されたのは1940年のことであった。1951年に現在の空港名になり、1953年に新しい旅客ターミナルが開業した。 その後、航空需要の拡大に伴い1969年から1971年にかけて改装が行われた。現在の旅客ターミナルは2001年に開業し、第二ターミナルは2010年にそれぞれ開業した。ピープルムーバーで第一ターミナルからメトロでポルトアレグレの空港駅までアクセスできる。空港駅からはポルトアレグレの中心部まで行くことが可能。 ありがとうございます。